こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットアを始めていきたいと思います。前回ですね、このキャピタル東京で勝って、優勝を決めました。感動の瞬間ですね。というわけでジャパンカップは負けてしまいましたが、初の N1 優勝ということで、来年につなげて盛り上がれる要素が出てきたと思います。今回は練習試合をやりたいと思います。N1 佐世保ドックスか、函館ペンタゴンやってみよう。一人ずつ。キーパーは梅。練習試合2試合やっていこうと思います。まずは N2 首位函館ペンタゴン戦ですね。もう窓か早いですね。流れてしまいました。頑張りどころ。来い。ピンチです。おーっと、簡単に捉えてしまってはいけない。森尾早いですね。これは慌ててクリア。すごい。さすがに2対1は苦しいか、もう窓かすぐ戻ってきます。山盛りがこれ取られたら終わりですからね。まどか、うまい。が、おっと、左右に、幸子決められません。一回出します。くるみが上げて、それを、ゆうなが決められない。さあ、ピンチです。ファール。わずかに、ペナルティキックじゃない。入った？はい、入れられました。いやー、鋭いシュートですね。ジタンダ踏んだり、頭抱えたりしてます。ネルンスト。また捉えてしまった。スコアインターセプト。もうほとんど時間がない。くるみがセンタリング。最後うまい。さあラストチャンスか。
っていう感じですね。まあ各ポジション一人ずつだったんで勝ってほしかった。おっと、萌えの怪我。N1 3位、筑波田川と試合です。まどかとミオを交代。エリカと交代です。今度ははるかをキーパーとして起用します。節子かな。試合開始。まあ、いかに鍛えられるかっていうのはポイントですね。今のは危なかった。さあ、またピンチが、はるか。ここはしっかり取りました。ああ、決められてしまいました。おっと、ゴール前。イメージトレーニング大事。よく優勝できたなっていう感じですね。ひどい。前へ出すぎですね、キーパーが。本当に信じられないですね。N1 優勝したっていうのが。お、これは良かったが、簡単に取られてしまいます。筑波田川。確かに強いチームなんですけどね。さあ、緑が結局上がっていって、幸子当たりが強いマゼラ。大ピンチになります。3点目。本当どうしたんだ。チャンス。はるか。いや、3対0って。一矢報いたい。が、結局時間が経過していくのみで、完敗ですね。はい、課題を4つ発見です。まだですね、スカウトはできない。残高はすごい残ってます。あとは年俸ですね、ジャネットとか、すごい高年俸ですね。
梅とか、この辺をどうリストアしていくかっていうのは非常に悩ましいところです。くるみも3300万まで行きましたからね。1000万切るような人がもうほとんどないな。まあ、このご覧の通り A は増えてきましたね。まあご覧の通り怪我をした選手を後ろに下げます。今12月3週ですね、次回は最後の練習、この10年目最後の練習試合を、行っていきたいと思います。また見てください。よろしければチャンネル登録高評価お願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。